みんなも使って森保さんに最新戦術やらせるっていうのは老夫婦のやってるそば屋で w i フ f i ありますかって聞くのと一緒なんだよ。<laughs> これです、はい。いろいろ例え話で話してくれるので分かりやすいですよね。そうこないだねあの友達に会ってねご飯食べてた時にそう褒めてもらってサイゼリアの店長なんだけど友達。 マネジメント論助かるわーっていうあ、そうだ経験区いい補足他国より献身性あるウイングが日本は多いのでウイングはウイングバックやっても不安少なそうそうなんだよ他の国でデンベレにウイングバックやるって言ったらきついけど日本だと堂安とか中村啓斗とかその半控え半スタメンみたいなさそのデンベレポジションの人が戻るんだよね。 なんでデンベレ試合後ののの監督の話の時ピザ食えんだよ <laughs> めちゃくちゃおもろいよねあれどんな感じあれ見られてる時すごいよな客観性のなさとねあだからこそウイングなんだろうけど今日おばに言いましたけどねそのおばだけ俺が話してる時なんかテンション下がる顔してるっていう話を <laughs> 徹君とかって感じで聞いてくれるのをおばがみたいな,、ね、なんかねあの旦那が積み立ててたお金あの持ってパチンコ行っちゃったみたいな顔でいるんですよおばが「ーー <laughs> 俺そんなつまんねえ話してる?」っつって <laughs> 1分半ぐらいでまとめてるよなんかくてもねピザ食うぐらいやってほしいけどな逆にな HK さんアンパンマンのドキンちゃんの歌知らないですねドキンちゃんの歌ちょっと検索してみますかメンタリドキンちゃんの歌がオーナーのメンタリティあるなって思ったドリーミング私はドキンドリーミングさんが歌ってる私はドキンちゃんって歌ね私はドキンちゃんなるべく楽しく暮らしたいお金はたくさんあるのがいいおいしいものを食べたいし遊んで毎日暮らしたいそんな私をドキンドキンわがままなのよドキンドキン 私はドキンちゃん惨めな暮らしは大嫌い。朝から晩までおしゃれして、世界の中の誰よりも美しいねって言われたい。そんな私をドキンドキンわがままなれ。おどきん時、私はドキンちゃん生まれた時から美人だし、頭の回転素早いし、この世の終わりが来た時も私一人生き残る。そんな私をドキン時、わがままなれをドキンドキン。オーナーなんだと思ってます。<laughs> <laughs> オーナーオーナーってどう見えてます <laughs>？hk さんに。<laughs> 僕こう見えてるんですかね <laughs> 地球終わったとしても俺だけ生き残るみたいな言ってそう毎日おしゃれしたいしたい <laughs> これこの曲じゃないのかな俺こう見えてたんだでもなんかあれだよねあのあれある人にさそのブルーロックのえー、っとエゴジンパチ で、あれがこう「レオさんハマり役だ」みたいなって言われてて昔後輩にも言われたことあってであのでシュワーボの選手にそれを笠原君が言ったら全然似てないみたいなでこれってやっぱ人の理解度の人のイメージの差っていうか僕のことをそこまで知らなかったらあのエゴジンパチに似てるんですよねで知ってるとああじゃないってなるっていうかそこのね差っていうかだから ある人によってはこのドキンちゃんに俺は見えてんのかなみたいな。結構あるんだよなあの、ある人には俺チャラオに見えてて、ある人にはもう真面目な人に見えてて、みたいな。ネオザさんそう見えてませんが、そのぐらいの気持ちないとダメなのかなって思ってしまう。これドキン、だこれあれだね。オーナーの歌ってより、ウィングの歌かなウィングこのぐらいの気持ちあった方がいいんだと思う。やっぱね、でもどうなんだろう。鍋は責任感あるしな。 おばと鍋全然違うタイプだもん。でもどっちも YouTube ある程度バズるっていう、その。でも w i n g y o u t ー b がいいのかもね。うん。そのドキンドキンってとこしかあうん。まあな、土足厳禁みたいなことかないよ。確かに、ちゃんと脱いでね、みたいなね。それちょっと、フォロー外から失礼します、みたいな。土足で失礼します。い,いや、断ったらいいわけじゃねえぞ。 だからもう足早いとかその基本的にそのカテゴリーにおいて不利にならないフィジカルがあるのは前提ね。それがあった上で、それを伸ばすために何が必要かっていうと、トレーニングだから、そのトレーニングの質を上げなきゃいけないじゃん。与えられる時間は人間みんな一緒だから。そこの質を上げれるんだよね。そうだね。だから僕が鍋信用するのはそういうとこですね。いや、だからそれで嬉しいのは、レオザ学園内で、 あのサポーターの方の質問に選手が答えられるんだけど昔僕が言って選手が答えるとか笠原君が言って選手が答えるあったけど普通にサポーターの方からのウイングの選手へのこういう攻撃パターンどうすかみたいなのに対してナベが答えてそれにオバマで答えてたんだよ。何が起きたんだろうね <laughs> オバマで答えてると思って。レンが言ったのかなあれグループチャットで これはすごいことですよ、本当に。アーノルドが戻ってるみたいなことですからね。びっくりしましたね。それ僕です。嬉しかったね、僕も嬉しかったですよ。結構感動しましたね。<laughs> みんなで。選手が答えてるんですいい。いい学園ですよ。本当の学園、学園ドラマがありましたね。あの、ネオザ学園には。 そうまあまあレンが言ってたとしてもねそれにねちゃんとそうだから最近ね本当僕が言わなくてもちゃんと話し合ってんなみたいなだからまあハーフタイムとか時間ない時は僕が言ってテーマばって言ってそれやって選手たちがそれで話してってあるけどおばあさんはムードメーカームードメーカーなのかな,なんかねあの昨日ね野球の YouTube でおすすめで流れてきたあ石井和久なんか石井和久感あるなって思いましたね ま、あのぐらいすごくなってくれればいいけどね。脱三振王ってなんかウィングで抜きまくるみたいな感じもするしね。一番ノムさんに怒られるけど、ノムさんが一番信用してたみたいな。ね、野球好きな人、石井和久感わかるよね、おばのね。石井和久はね、嫌いな人はって聞かれてノムさんって答えたから、まあ僕も、うん、まあおばが好きか嫌いかわかんないけど、得意なタイプではない人間だろうなとは思ってますよね、僕のこと。 そう新しく友達作りたいから楽天行くって、まあ、どこまで本当か分かんないけどねでもそうだからまあ叔母、まあ、に関しては守備緩くなった瞬間とかそういう点ではすごい言いますけど最近は切り替えの守備とかねそれはもう言わないようにしてますねもうねそうだから叔母がデュエルで負けるチームに が相手だった場合ははそれはもう戦力的に厳しいっていう <laughs> おばがデュエルで負けるチームが相手になった場合はマッチメイクのせいだって僕は思いますけどね <laughs> まあ公式戦だったらそんな言ってらんないんだけどそうおば監督あるかもね将来そうだおばにはできるだけねまあでも、まあ、上から引き抜かれてもいいぐらいの選手なんだけどなただまあねやれることならできるだけシワボでやってね今度は次のウイング出てきたりボランチやってみたいななんかその 石井久がね三振はいっぱい取れなくなったけど打たせて取る選手になったみたいなそういう風なキャリアになってったら面白いけどね私レオ・ザ・フットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております場所は都内近郊シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか 多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから JD が輩出を目指す僕らとしては、ステップアップも大関係です。概要欄の URL からのご応募お待ちしております。